天神遺跡天神遺跡は山梨県北都市大泉町西出佐天神にある複合遺跡。縄文時代の環状集落を主体とする。所在する北都市大泉町は山梨県北西部に位置する。八ヶ岳南麓の尾根城に立地する。標高は800から850メートル付近。現在の北都市域に含まれる八ヶ岳山麓は 遊水地が多く縄文時代や平安時代、中世の遺跡が数多く分布する地域で、北都市大泉町宿に所在する縄文後期の排斥移行を伴う近世遺跡がある。また、奈良、平安時代の遺跡も多く分布し、八ヶ岳山麓には、甲斐の産後木の一つである、柏前牧が存在していたと考えられている。また、中世の集落、上官も多く、 北都市大泉町宿に所在する中世の宿城跡が知られる。八ヶ岳南麓は戦後に山梨県農務部の補助整備事業が行われていた地域で天神遺跡は1981年に事業に伴う私屈調査で遺跡の存在が確認され、同年度から翌年にかけて山梨県教育委員会による発掘調査が実施された。調査区域は10ヘクタール。 南側から A シーに区分され、A 区は縄文中期、B 区は平安時代、C 区は縄文前期を主体とする。81年度には A B ー区が翌82年には C の調査が行われ、1993年にも旧大泉村教育委員会による C 区の発掘調査が行われている。A 区は縄文時代中期の集落跡で、 それに3式機の住居跡5件、土孔3機、梅亀5機が検出されたほか、平安時代の住居跡1件も検出されている。B 区は、縄文中期5両が、大式機の住居跡3件のほか、平安時代の住居跡4件と、土孔13機が検出されている。C 区は、縄文前期の墓行群を伴う、大規模集落跡で、住居跡61件。 土工488機が検出されているほか、縄文式土器や石器、土偶、土製品などの出土異物が見られる。シークの縄文前期住居群は、中心の墓広域を囲む環状をなす、中央墓後継環状集落で、直径は150メートル以上。各住居は、直径4から5メートルの円形で、中心に炉を持つ。住居内から異物が出土している。土器は、 深鉢、浅鉢、有好などの機種で、石器は、縄文前期に、特徴的な打製石符や磨製石符、石水、石碑、石賊などのほか土偶一点も出土している。また、墓構内からは副葬品と考えられている土器や、装信具として、被水性の耳飾りが出土している。天神遺跡の周辺には山崎、御所、原田、寺所など、 縄文前期の集落遺跡が分布し、天神遺跡の環状集落以降は、各集落間の関係を把握する上でも重要なものであると位置づけられている。出土遺物は山梨県埋蔵文化財センター、山梨県立高校博物館に所蔵されている。ありがとうございます。